はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日もスマホアプリアズールレーン、略してアズレンの実況を始めていきたいと思います。今回は先日実装されたロイヤル陣営の UR 戦艦ヴァンガードは引くべきかどうかについて考察していきたいと思います。個人の主観も多分に含みますので、あくまで参考程度に聞いていただけたら嬉しいです。話していく内容については画面の通りとなります。それでは始めていきましょう。まずはステータスの確認から入ります。ゲーム主様からの抜粋となりますが、レベル120、好感度100で、耐久9466、装填176、火力417、雷装176、回避37、対空426のステータスになります。同一艦内の順位としては、耐久4位、装填5位、火力35位、雷装7位、回避8位、対空2位となります。火力以外はトップクラスと高水準なステータスになっており、特に耐久や対空が高いため、航空攻撃の熾烈な通常回帰の12章や13章では活躍が期待できる艦船になっています。装備の威力補正については、最大で主砲 145%、 副砲 180%、 対空 130% と非常にバランスがいいです。次にスキルです。アズレンでは多岐に効果を及ぼすことが多いスキルはステータスより重要視されやすい傾向にあります。ヴァンガードはそのスキルを初めから3つも所持しており、さらにその一つ一つが優秀な複合スキルとなっています。スキル1、きらめけロイヤルサンシャインです。スキルレベルマックスならば、自身の手法の装填完了時に強力な特殊弾幕を 100% 発動できます。特殊弾幕の発動条件が装填のみと分かりやすく、装填が早い手法を装備すると、バンバン強力な特殊弾幕を発動してくれます。しかし、それ以上に強力なのが味方戦艦と重要戦艦へのダメージバフです。ニュージャージーやウルリッヒ・ホーフッテン、ウォースバイトなど同じ UR 戦艦との相性が抜群で、同一艦隊にヴァンガードを編成すると鬼のようにダメージを稼いでくれます。もちろん SSR や SR の戦艦も同様の効果が得られるため、優秀な戦艦がいる場合より輝くスキルと言えます。スキル2、トドロケロイヤルスラッシュです。戦闘開始時、自身の命中と装填に永続バフがかかります。スキル1との相乗効果が高く、スキルレベルを上げることで特殊弾幕の回転率を上げられます。また敵出現後2秒経過するとかかるダメージデバフも強力です。軽巡のヘレナほどの効果はありませんが、自動発動かつ永続デバフなので安定性が非常に高いです。他、所属外艦隊への火力対空バフや特殊弾幕による支援も可能であるなど、隙がないスキルとなっています。スキル3、輝けロイヤルセーバーです。自身の不幸攻撃が必ずクリティカルし、自身がロイヤル兵装を装備していると自身の対空兵装の威力補正が上昇します。複砲と対空を強化できる優秀なスキルではありますが、スキル1やスキル2が突出しているため、スキル上げの優先度は低いと思います。また、味方艦隊の機関の主砲の散布範囲を下げたり、ロイヤル艦の航空ダメージを軽減する効果もあります。次に長所と短所です。まずは長所からとなります。1つ目に、雑に編成に組み込んでも活躍してくれる点です。火力単体で考えると他の UR 戦艦に一歩譲ってしまってはいますが、それでも高水準のステータスから放たれる特殊弾幕は強力で、スキルレベルさえ上げればかなりの火力を期待できます。また自己バフで特殊弾幕の回転率を早められるのも優秀です。戦艦や巡洋戦艦へのバフは火力の高い他の戦艦と組ませるとより強さを実感できるかと思います。2つ目に、1人で複数人の仕事をしてくれる点です。アタッカーのほか、自己バフ、味方バフ、デバフ、航空ダメージの軽減など、サポートまで可能であるなど、幅広く艦隊に貢献してくれます。3つ目に、総合的な対空性能が高い点です。ハニベの方でも話しましたが、通常海域の12章や13章では、航空攻撃が熾烈なため、生半可な対空では、あっという間に撃沈されてしまいます。しかし、ヴァンガードは自身のステータスやスキルが対空性能に特化しており、加えてロイヤル指定とはいえ、味方の航空ダメージを軽減することもできます。実際私は軽巡のベルファストと一緒に13章に出撃させてみましたが、非常にクリアしやすくなりました。次に短所です。これといった短所はありませんが、あえて言うのであれば、どうしても器用貧乏感が拭えない点となります。長所として、雑に編成に組み込んでも活躍できると話しましたが、逆に考えるとどこかに特化した性能ではないとも言えます。例えばユニオンならニュージャージー、獣王なら長門、鉄血ならビスマルクといったように、一つの陣営で編成を組む場合は必ずと言っていいほど候補に上がる戦艦がいます。しかし、ヴァンガードは陣営指定の常時バフが少なく、効果量も他の艦船に比べ抑え気味になっているため、ロイヤルで組む恩恵が少ないと感じました。ただ始めたばかりの方からすれば、陣営縛りにこだわらなくてもいいとも言えますので、そこをどう捉えるかは各々の状況によって変わってくるとは思います。最後に総評です。
UR にふさわしいステータスやスキルを持った戦艦ですので、ロイヤル陣営が好きな方やとにかく戦力が欲しい方は全力で引きに行っても問題はないとは思います。しかし戦力が揃っており、通常海域の12章や13章がクリア済みの方やイベント海域をハードまでクリアできる戦力をお持ちの方は、引いたとしても劇的に戦力が変わることはないと思います。そのため条件に該当する方でキューブが心もとないのであれば通推奨です。ただ UR は現状復刻がどうなるのかはっきりしていないため、スルーして後悔しそうであるなら聞いておいた方がいいとは思います。はい、今回はヴァンガードは引くべきかどうかについて私の考えを述べさせてもらいました。皆さんの考えもコメントしてもらえたら幸いです。それでは長くなってしまいましたが以上となります。アジュレに関する情報をまとめて動画として投稿していますので、よければ高評価チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。